弁慶とかいう肉壁として役に立ってくれそうな仲間が増えてくれたおかげではかどりそうだよな、今後の展開。で、町の人から話聞くか。まだ聞いてないもんな。芝居が見たいの、とびっきり楽しい芝居を。この世界は7個の星が1本のパイプでつなげられてできてるんだ。だから他の星に行くには星間移動用の船が必要なんだ。セリフ変わんねえな。なんか弁慶が仲間になってさ、光助之助が死んだっていうことを村人はまだ知らないのかな。魔の山、魔の山からもう脱出してるから。地雷屋の言ってたことは本当だったかい。セリフ特に変わんないのかな。お前は魔物が住むと言われる山ちゃん、恐ろしや恐ろしや。もう攻略済みだからな、そこも。こいつは、おじさん、あんたの手配書がこの泣きどころ町にも出回ってる。変わんねえな。早くこの町を出た方がいいよ。真面目すぎるのも考え物だね。うん、そうだな。このお地蔵さんやってなんかあったっけ。大江戸ツーリスト的なやつか。これといって今訪れる必要もなし。ポスト、俺あとで郵便物出しに行かなきゃいけないんだ。思い出した、割と大事な申請書の類よね。この後送んなきゃいけないんだよ。ここが魔の山だっけ。あ、まぬけの森か。で、西大陸の方に今回は行けばいいのかな。宿泊まって HP も全回復してるからこの辺はもう楽勝よ。いいね、3人パーティーっていうね。もう中盤に差し掛かってきたっていう感じがするじゃん。まだ全然序盤なんだろうけどさ、他の RPG と比べて仲間が増えるタイミング早めなのかな、これは。んで、西の方へ行く。日本にもなんか砂漠あるじゃん。砂漠っていうか鳥取砂丘。鳥取砂丘ってサボテン生えてないよね。この歌舞伎ロックスではサボテンが生えてるみたいだけど、てかさ、歌舞伎ロックスってあれ実際にいるのか。俺このもっこりした感じたまんねえ。実際にいるっぽいよね。ちょっとさ、 YouTube で歌舞伎ロックスで検索してたらなんかそういうなんかバンドがいるっぽいわ。ゴールデンボンバー的なさ、見た目のなんかダルビッシュ検知的な見た目のやつがサムネになってる画像が、まあ、何個かあったわ。でもこのゲームと同じ名前をさ、バンドの名前にするって勇気のいる行為だと思うんだけど、よくゲーム名つけたねってちょっと思ったんだけど、すごい無名の歌手なんだろうけどさ、実際に存在するものの名前とかをさ、コンビ名とかにするのってややこしいよな。磁石とかもさ、なんか例えばある磁石ってお笑いコンビいるじゃん。タコツボ小僧的なやつ現れたな。これでもツボが顔になってるからさ、ベロの可能性あるよな。あ、タコツボ攻撃する、そのまんまだな名前で。そこまで敵の攻撃は痛くはないか。15だから光助之助が与えてきたダメージと比べればそこまで痛くはない。あいつ40ぐらい与えてきてたからな。で、その磁石の話なんだけどさ、そのお笑いコンビの磁石で調べようとしても、そのね、実際に理科の授業とかで使ったりする、まあ、実物の磁石の方が出てきて、なかなか磁石が検索できないみたいなさ、芸人の方の磁石を検索できないみたいな、そういうややこしいことが起きるよね。だから歌舞伎ロックスもさ、その歌舞伎ロックスっていう歌手を調べたいんだけど、歌舞伎ロックスで検索したらこの歌舞伎ロックスっていうゲームが出てきちゃうからちょっと煩わしいよねみたいな、そういうこと絶対あるでしょ。で、この先危険、入ってはいけません。弁慶仲間にしてるからいけるでしょ。山のダンジョンになってんのかな。魔の山、魔の山と魔の森があるのか。この先危険、入ってはいけません。これもなんか地雷屋がこの建て札とか書いてそうだよね。なんかイベント始まったぞ。エクスクラメーションマークが出た。
どうやらこの山はまやかしがかけられているようでござるな。そしてこのまやかしをかけているのはおそらくジライヤという子供の盗賊。ジライヤってガキなんだ。なかなか小尺な技を使うでござる。油断ならぬやつ。しかしこの程度のまやかしを打ち破るのは戦車の力もすればたやすいこと。さあ行くでござるぞ。にゃはぁ。ふぅ、さあ早くこの山を越えてしまった方が良いでござるぞ。すごい、あのまやかしを破るなんて。よっしゃ行こうぜ。弁慶はそういう術が使えるのか。じゃあ弁慶仲間にしてない状態でここに来たら先に進めないみたいな、そういう感じだったのかな。この先剣入ってはいけません。んで、セービングも一応しておこうか。お金意外と たまってるな。4回ぐらいしかバトルしてないけど110両ぐらい増えてた。あーなんかエストポリスっぽいこの雰囲気。またどっかで抜け道あるでしょう。あーモグラと獣みたいなやつ出てきた。このモグラ可愛いな、見た目。他のゲームにも出てきそう。ぷよぷよとかさ、モンスターファーム、モンスターファームじゃねえや、モンスターレースとかに出てきそう。狼市場、竹モグラ。あー頭から竹の子が生えてんの。今ミスったか。そこまで攻撃力も高くはないよね。回復のさ、ホイミとかベホイミをおばさんが覚えてくれると助かるんだけど、覚えてやがれ。竹もから一発も殴られてないのに、俺らの荒々しい戦いっぷりに恐れをなして逃げ出したね。さあお宝、ガリチップス。ガリチップスばっかだな。この世界では流行ってるんだろうな。また新顔がいるな。ビジュアル系っぽいやつ。燃える頭。ちょ、こいつ、こいつもうちょっと、もうちょっといいネーミングなかったら、燃える頭って。まあ、奇襲みかんの方から倒すか。奇襲みかんはでも、あれか、毒ダメージとか与えてこないよな。そんな痛くないね、奇襲みかんの攻撃は。燃える頭の攻撃はどれぐらいの攻撃力があるのか。ああ、燃える頭の方が強えわ。いや、単純におばさんの防御力が低いっていうのもあるかもしれないけど、これ逃げたら逃げたらね、経験値とかお金が、まあ、おひねりがそんなもらえなくなるのがちょっと厄介だよね。55両のおひねりが飛んできた。55色の演技。いや、いいね、いい感じで強くなってきてる感じするぜ。うん、また狼市場と竹もぐら。市場っていうのかな、名前わかんない。一頭かもしんない、狼一頭。覚えてあがれ。それ会心の一撃目の前で叩き出されたらそれ厳しく返すわな。いいね、弁慶もやっぱレベルが少し高いからやっぱ攻撃力もあるよな。ステータス的にどんなもんなんだろう。あー1495なんだ、次まで。弁慶しばらくレベル上がんねえな、これは。ちょっと攻撃力気になるんだけど、あー31か。あーでもおじさんより弱いじゃん。あーでも守備力弁慶とおばさん同じなんだね。素早さが一番足遅いな、弁慶。その分体力があるからいっか。でも MP 低いな。もう精力のことを精力のことをさ、もう全部 MP って言っちゃうよね。多分俺最終パートになっても精力って意識しないと言えないと思う。ずっと無意識だったら HP、MP って言ってると思うわ。またこいつらか。ベロ出しやがって。ベロ長くねえかな。左目の下まつげあたりまでベロ言ってたよな。ここは特に何もなさそうだよね。あー、抜け道あるかな、このマップ。FF っぽい感じがする。どことなく FF っぽい雰囲気のところ。まあでもここら辺ぐらいまで来たらさ、敵に対して全体攻撃与えられるさ、ドラクエでいうところのブーメランっぽい武器があれば非常に戦闘が進むんだけれどもさ、後で変えたりするのかな、全体攻撃できる武器、あるいは全体攻撃ができる魔法とかさ。日本軍魔王手に入れた。
日本釜って何、二刀流的な感じ、敵二体にダメージ与えられる武器みたいな、そんな感じかな。さあどういう、あれ、戦闘中攻撃力を上げるバイケルトの効果か。必ずあれだよな、もう他のゲームで引用しちゃうよね、歌舞伎揚げ、他のゲームの魔法とかそういうので、まあ、主にドラクエがドラクエで例えること多いんだけどさ、俺ドラクエが一番 RPG の中でやってたやつだから、まあ、ホイミとかさ、そういうのにバイキルトとかブーメランとかってさ、全部ドラクエの用語じゃねえかっていうな。まあでもこれ94年のゲームだっけ、初代ドラクエ出てから8年ぐらい経ってるわけだから、ある程度ドラクエをさ模倣してる部分はあるよね。悪い状態が治った。これでな HP も MP も全回復してくれれば万々歳なんだけれども、まあそうだったらぬるゲーになっちゃうからね。あーあるでしょ、なんかほらスピードの鈴木を見つけた。これ何、車の鈴木とかけてんのか。あるよね鈴木っていうブランド。ドーピングアイテムだと思うんだけど、おじさんに使おう。主人公って絶対抜けることないと思うんだよね、まあ、クロノトリガーとかでは一時期抜けたりしてたけどさ。不死鳥の羽、死者蘇生アイテム回収してもうないかな、さすがに今のマップで。まあ、隠し宝箱的な、これ通れねえんだここ、隠し宝箱的なものをさ回収しちゃってるからもう出てこなさそうだよな。で燃える頭、燃える頭って言うけど実際には燃えてねえだろ、あれ髪の毛でしょ、髪の毛赤く染めて生きってるだけだろ。か顔もさナメック星人みたいになんか塗ってるしさ、まあ、ナメック星人塗ってるわけじゃないんだけど、ナメック星人みたいな 肌の色になるようなさ、なんか塗ってるでしょうか、おはぐろ的なやつ。こっちは何もない。んで下行って入り組んでるよね、山だから仕方ないね。ちょっとおばさんの HP が心もとないけれども、またもうあと 4,5 回戦闘してればレベル上がるんじゃないか。さっき700ぐらいだったよね。で27両のおひねりで54尺だから、いやまだまだいかないか、もう 5,6 回、いやもっといくか、もっと10回ぐらい戦わないと。そうでもないな、あと5、6回戦えば上がれば243尺だから、いやいいね、すげえ順調だこれ。なんかえ、なに、はてなってどうした、普通に敵が出てくるんだもんな。なんかさ見つけたのかなと思ったんだけれども、まあ、ただのバトル、ブランカっぽくないこれ、ブランカだよ完全に。顔色ブランカで髪の色もブランカだから、これブランカだろ。違いがあるとすればちょっと目がパッチリしてて、あと角が2本生えてるってことぐらいでしょ。なんかあるだろこれな、あこういうことか、道があるよってことか。エキストラシューズ、おお、 なんぞこれ。ちょ連携足遅いからさ、うん、いいよね。やっぱこれで1段階ぐらい足が速くなったのかな。で、足速くさせて、これであの女よりも、あの女って言ったらあれだけどよ、おばさんよりもスピーディーに動けるんじゃないか。あ、いいね、いいね。弁慶の方が先手取ってるわ。で、燃える頭が素早さ高いね。おじさん攻撃してから燃える頭が体当たり攻撃してる。体当たりって言うけど、お前体ないだろ。顔面から突っ込んでるだろ、こいつ。114両のおひねり。お金、いいね。経験値もいいね、この燃える頭。そんなに強くないくせに、いっぱいくれるいいキャラ。RPG におけるいいキャラの条件ってそれだよな。潰しがいのある雑魚っていうかさ、美味しい雑魚。誰かいる誰、またモグラとオオカミが出てきたけどよ。
いや、レベル上がってくんねえかな。ボスっぽいんだよな。ボスだと信じて、ちょっとレベル上げるか。もう一回ぐらい、ここでもしおじさんとおばさんがレベル上がんなかったら、もうあと一回ぐらい、1、2回だと思うんだけど、あと1、2回戦えば、多分レベル上がるでしょ。ほら、6尺だから。もう少しだよ、もうちょっと。今、敵の組み合わせが悪かったら、燃える頭が出てきてくれてれば、多分ね、上がってたよ。まあ、いけるでしょ。死にもしないでしょ。このまま、なんかおばさんに、急所の一撃みたいなさ、おばさんが痛恨の一撃とか食らわない限りは大丈夫だと思う。いけるか ?OK。さあ、7両役者。これで弁慶初期レベルと同様のレベルになって、で、話しかけるか。この全身緑色の竜騎士みたいなやつ。ジライア、こいつジライアなんだ。おう、ここを通りたかったら、身ぐるみ脱いで行きやがれ。いいえ、生意気だな、こいつ喧嘩打ってきて。いやいやいや、やいやいやいって。今時言わねえだろ、そんなやつ。てめえら聞こえねえのか。もう容赦しねえぞ、やろうともかくれ。ああ、盗賊だから下っ端みたいなやつらがいるんだな。ドラクエ7でいうエテポンゲ的なあいつらか。ダーマ神殿のところにいたあいつら。ああ、全員揃いも揃ってガマガエルじゃなくてカマガエルか。今ダメージどんぐらいかかってた、全然見てなかったんだけど。ああ、強いな。ちょっと強くないか。HP80 回復、一回弁慶使わして。いや、これきついな。毎回150ぐらいダメージ食らうってことでしょ。奮い立たせるもん、あれだろう。よくないよね。ああ、ミスった。ミスりやがった。カマガエル強え。ボスがさ、石子なわけに強いよな。その辺の雑魚と比べてさ、何なんだっていうぐらい強いよね。しかもミス連発してるしさ。おばさんちょっと回復して。レベル上がったにもかかわらず、てかおばさん集中砲火されてるやん。きついものがあるぜ。弁慶が肉壁になってくれるといいんだけど。ちょっと待って、なんかないか。歌舞伎の効果、ボス以外の戦闘相手を爆睡させる。これをさ、おじさんに使って、で、おばさんは歌舞伎揚げで自分回復して。いや、おばさんあえて死なせた方がいいか。肉壁にして死なせた方がいいかもしれない。おじさんにも攻撃飛んできた。さあ、おじさん頼むぞ。強い強い強い。98当たったらでかい。いいね、いいところでアイテムを手に入れた。んで、おばさん回復させよう。これ、おばさんとさ、弁慶の位置交換とかもできるよね。一番後列にいればいるほどダメージ食らいにくいとかって書いてあったから、でもこれあれだな、このカマガエル多分ね、最前列よりも後ろの方を狙いがちだと思う。いや、おじさん、しっかりしてくれ。まずいまずい、おばさんマジ死ぬ。ないのか、もう。なんかないか。ちょっと待って、どうしよう。これ使うか。毒に侵された。いや、もうこいつさ、守ってていいと思うんだよね。このまま何もしなくても OKOK。 いいぞ、おじさんに攻撃飛んできて。回復アイテムをな、買えばよかったな。いや、でもどうにかなった。あぶねえ、ボスがマジでヒヤヒヤする。けっ、なかなかやるじゃん。どうしてもっていうなら仲間になってやるぜ。仲間になってくれ。けっ、じゃああんたのこと兄貴って呼んでやるぜ。ジライアが仲間になった。4人パーティー。ふぅ。これで戦闘かなり楽になるんじゃないの。あ、6両役者なんだ、こいつ。でも、もうあれだね、HP そこそこあるね。装備品は？エキスト
トラシューズ。これさ、なんか弁慶装備してんな。弁慶用の装備なのかな。なんかちょっと違う装備してるね、弁慶ね。で、エキストラシューズはジライアがもともと装備してて、20、22、43、素早さが高いね。まあ、盗賊だから、そんな感じなのかな。いやーにしても回復アイテムないのがマジで辛いな。お箱とかさ、だってないでしょ。歌舞伎を作曲できる。モンスターの真ん中に毒が込む。アイテムを盗む。この地雷屋のさ、あの、かっぱらうっていう技か。この主人公の歌舞伎を作曲するっていうのが何なのかよくわかんないんだけど、回復アイテムないのが本当にきつい。このまま次の町まで行けるか。あーお地蔵さん、地蔵が嫌がれ。歌舞伎上げ、オッケーオッケー。テクニックのタコ、なんぞテクニックのタコって。歌舞伎上げ使うか。お坊さん死にそうだもんな。で、テクニックのタコ、命中率回避率が1だから、これもおじさんに使おう。おじさんを強くするだけのそういう動画、そういうゲーム。いや、さっきのボス戦に比べたらこいつらの緩いこと、この上で、あ、なんか可愛い顔してんね。地雷屋、こいつがもう右も左も逆にするタイプだからさ、さっきの仲間になりますか、もしかしたら逆になるかなって一瞬勘ぐったけど、そんなことはなかったね。EA を押せば仲間になって、背後をしたら仲間にならないのかなと思ったんだけど、そんなことはなかった。悪い状態治って、別に毒じゃないからいらないんだけれどもさ、とりあえずセーブして。お金いっぱいあるな。街に着いたらちょっと、あ、回復アイテムだよね。回復アイテム買って、は、あー、ま、ややこしいな。上に入ったのにこの下から出てくるっていう状況。200両、おー、いいぞいいぞ。ネッセの CD、 ゾッコン草、ゾッコン草。ネッシセンの CD ってなんだっけ。攻撃、歌舞伎の効果がある。よくわかんないんだよな。相手を愛の奴隷にする。これたまんないな。現実世界でも使いたいじゃん。まあ、フェロモン剤みたいなもんか。あー、でも街終わりかな。街じゃねえや、山終わりか。出雲の反対側、左側は何もない。強い敵とか出てきそうでちょっと怖いけど、町があるね。んー、またタコツボか。まあ、タコツボだったらそんな神々なんだけど、タコツボはそんな強くないでしょ。いや、ジライアの攻撃力がちょっと低いのが気になるとこなんだけれども、4人になったからってお金とか経験値が分散されるとか、そういうシステムではなさそうだよね。ちゃんとそこそこのお金手に入ってるから。シップ長、なんかいるんだけど。あんたおじさんかい。ジンゴロウさんから手紙を預かっているよ。4回、うん、読む読む。手紙を読んだ。青函移動用の船、楽屋シップはほぼ完成したのだが、天才の役人どもに奪われてしまった。シップを動かす鍵は持ち去られずに済んだが、守りきれそうにないので、わしの友である崩壊坊に渡しておいた。あー、崩壊坊にのところに行って鍵を回収しろってことか。おじさんよ、崩壊坊を訪ねよ。まあ新しいミッションだよね。セーブさっきしたばっかだけど、まあ、こまめにしていく。で、武器や防具やその他諸々を探したい。死にそうだからな。人が死ぬとちょうどタイムリーな話題。霊となって天国へ行くんだって。でも成仏できないと霊はこの世に残るらしいよ。なんて書いてあった。ところでモンスターの霊っているのかな。それ考えたらなんか哲学だよね。なんかスライムがさ、なんか同人誌みたいなやつってあるよね。殺されたなんかスライムの息子がなんか勇者たちに逆襲するみたいな話あるよね。お疲れ様です。止まる。ありがとうございました。お気をつけていってらっしゃいませ。そういう逆な視点で物事を見るのって新しいよね。南東の関所にいる男女は光月の助より もっと恐ろしい男だそうです。次のボスが男女で、その男女っていうやつのところに崩壊坊が捕らえられてるみたいな感じなんじゃないの。
いやーいい湯だったな。温泉あんのかな。何がって、南のカラオケ堂にある温泉ですよ。また行きたいですね。カラオケなのに温泉ってこれいかにって感じだけど、かわされた。この町は船作りで有名な湿布町、星と星の間を飛び回れる船も作っていたんだよ。青函飛行。でも今じゃ乗っ取られてんのか。あーでワープスポットあるね。これもやっぱお地蔵さんなのかな。この奥にある回り舞台を使えば、あんたが今までに行ったことのある町や村へすぐ行けるんだ。増えてんのかなこれで。なんかこの光景シュールだな。でいつもを選んで、まあ、この3つの町どこでも行けますよみたいな。ジライア背低いな。弁慶がちょっとでかいのかもしれないけど、ジライアが背低い。てか並び替えするか。酒補正が分かんないし、ちょっと待って、パーティーの並び替えみたいのってどこでするんだ。パート1とか見返さないと分かんないかもしんない。ああ、こうか。なんかできた。でこう、まあこんな感じでいいんじゃないか。まあおばさん一応女だから、一番最後尾に寄せておく。守備力も3×23とかって書いてあるけど意味が分かんないんだよな。攻撃が 4×31。 よく分からんな。連続攻撃的なものができんのかな。まあジライアとおばさんの並びはこんなんでいいか。まあでもジライアもレベル低いけど、レベル上がり次第おばさんより多分強くなると思うから、まあ現状こんなんでいいか。今こいつ話しかけたな。ここ宿屋か。入ったか。入ったよね。モンスターの霊がどうのこうの言ってたもんね。んで、町の奥の方にあるお宝を、あ、カラオケ、ここかもしかして。あ、違う、カラオケ堂っていうのは温泉で、これは本当のカラオケか。歌舞伎揚げを見つけた。この時代にもカラオケってあるんだね。地下に地下室があるのか。ちょっと歌がうまいくらいじゃ。歌舞伎は、これ歌舞伎じゃなくて歌舞伎って読むんじゃね。歌舞伎は使えないんだって。いっぱい練習してあたいもプロの歌舞伎役者になるんだ。多分そうだよね。ここは初心者の方だけでは入れません。歌舞伎経験者とご一緒でないと。あ、ここで何、新しくなんか歌を覚えて、なんつうんだろうな、魔法的なものを覚えて回復、 HP 回復ができるみたいな、そんな感じか。崩壊坊って坊さんは歌舞伎にかけてはかなりの使えたって。やっぱそういうことだよ。崩壊坊をどっかで仲間にしようってことだよ。ねえ、あんた崩壊坊って名前の爺さん見なかった？見てないんだよ。そいつっては通りすがりに私のお尻を触って逃げたのよ。物知り爺さん的なやつか。亀仙人のちっちゃん的なやつか。見つけたらただじゃおかないわ。てか、ジジイキャラってさ、スケベキャラ多いよね。だいたいどのアニメもジジイはスケベな気するわ。うちの風呂は天下一品だよ。じゃあ女風呂入ろうか。うわ、エロ。あの人何も言わねえのか。話しかけられないし。これ目の前に男いるけど、これどう思ってんだろうなこいつ。富岳36景みたいな。富岳36景ではないか。富士山がタイルで描かれてるけどさ、まあ、温泉あるあるだよね。温泉というか銭湯あるある。阿波の国は大変なことになってるんだって。いや知らねえよ、んの阿波が どの辺か分かってないしな。あいつにも話しかけられないしな。てか服着たまんま風呂に入るなよ。てかここものれん1枚でしか仕切りないのか。もうちょっとあるだろ、なんか脱衣スペースとかさ、そういう服脱いだやつを入れるカゴとかあるでしょ。ガラスとかさ、湿気が思いっきり店のフロントのところまで流れてるよ、あれじゃ。清姫荘見つけた。ここにも宝箱あんのか。ややこしいな。でもよく見つけれた。もう一個あるでしょ。もう一個あんのに開けられないっていう、この悲しい。これ木伐採できないのかな。よくでもこれこっち側俺気づいて取ったな。でポスト。天才の命令で船作りは禁止に。俺たちこれからどうやって暮らしていけばいいんだ。船大工かな。崩壊坊ならカラオケ堂へ行くって言ってたぜ。まああのジジイのことだから、どうせ女風呂でも覗くつもりだろうよ。ほう。でこっちのお宝は問題なく回収。ガレチップス、
店になってんのかな、なんかの何の施設だろう。広いよね。あ、これ全部何テナント3つ入ってる感じ。ほう、歌唱力17から41、初めて楽器が手に入るんじゃないか。これみんな装備すればさ、歌舞伎ができるみたいな感じか。でもあれだよね、なんか一緒に歌できる人が指導してくれないとダメみたいなこと言ってなかった。さっきのカラオケ屋のお店の人がさ、経験者と一緒に来なさいみたいなこと言ってたじゃん。弁慶がドラムで、ベースがジライアで、キーボードが、おばさんで、ブリキのギターがおじさん。これ完全に軽音じゃん。ギターとベースとさ、キーボードとドラムでさ、これだってユイでしょ、麦でしょ、リツでしょ、ミオで、ほらアズニャンが加入する前の軽音部ができてるぜこれで。んでここは防具屋か。いや、今みんな強いの装備してるんだよな。それよりも HP 回復アイテムの方がどちらかっつうと欲しい。駆け出し役者、これも弁慶が一番強い独自の武器を持ってるから今は必要ないと。道具屋、お前道具屋？ああ、道具屋っぽい、いいね。歌舞伎揚げと爆睡を回復、何個か買っといた方がいいと思うんだよな。これも欲しいけど高いな。むきみぐま、なんぞこれ。相手毒に侵したけど、あの毒の効果がよく分かんなかったからな、さっきのカマガエル。履物や、あー、エキストラシューズ、おばさんにこれ買う？あんまり靴いらないと思うんだよな。これ買うぐらいだったらまだ回復アイテム買った方がいい気がする。いや、でも80しか回復できないんだもんな。15個ぐらい買っとく。で、あと、まあ、眠り攻撃きついからこれも買って、ガリチップスも、まあ、3ついらねっか。5個あるもんな。ラジオ体操だけ、まあ、3つぐらい買っとくか。まあ、こんなので。いいんじゃないか。お、ちょうど555、いいね、綺麗な綺麗な数字の並びになった。で、出ようか。